ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、超ビッグニュース。なんと、A 子と B さんが付き合っていたのよ。そんなの言われなくても前々から気づいていたぜ。え、なんで？ A 子は Twitter やインスタで散々、匂わせ投稿をしていたからな。匂わせ投稿？何それ？はっきりと明言はせずに、男性の手をちらっと入れたり、交際相手の所有物を入れたり、恋人の存在を、遠回しにアピールするような写真の投稿のことだぜ。なんていやらしいのろけなの。堂々と交際宣言すればいいのに。言いたいけど言えない。そんな恋愛をしている人は匂わせ投稿をする傾向にあるな。だから芸能人によく匂わせ投稿は見られるが、すぐにバレて炎上しているぜ。へぇ、どんな匂わせ投稿があったのかしら。よし、じゃあ今回は匂わせ投稿が大バレした有名人4選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、水川あさみさんだ。2019年9月に俳優の久保田雅隆さんと結婚したが、それまでに久保田雅隆さんとの交際を、インスタで匂わせていたんだぜ。水川あさみさんってサバサバした性格しているし、匂わせるようなイメージがないから驚きだわ。どんな匂わせ投稿をしていたの？例えば2018年4月、水川さんはインスタに旅の思い出引っ張り出してみたと綴って、海外旅行と思われる場所での写真を数枚掲載したが、その中に、パーカーのフードをかぶった後ろ姿の人物が猫と戯れている写真があり、これは久保田さんではないかと疑われたんだ。何を根拠に久保田さんだというのかしら？写真の人物が履いていたスニーカーが、久保田さんが持っているものと同じだったこと。久保田さんが、無類の猫好きという点から導き出されたようだぜ。それだけだと、いささかこじつけのような気もするけど、そうかな？さらにこのデザインのバンズのスニーカーは、なんと水川さんと久保田さんがフライデーされた時に、お揃いのスニーカーと報道された靴だったんだぜ。おお、フライデーでお揃いと報道された靴と同じデザインの靴を履いた人物を、自分のインスタに投稿してしまうなんて、これは匂わせの可能性がかなり高そうだね。また、2019年5月26日に投稿されたこの写真も匂わせと話題になったぜ。これのどこが匂わせなの？画像の右下をよく見てくれ。前田ゴキと書いてあるだろ？あ、本当だ。これはどういう意味なの？これはこの写真を撮影した時に俳優の前田ゴキさんと一緒にいたという意味になるんだ。水川さんと前田ゴキさんは友達なんだね。だが、水川さんと前田ゴキさんはこれまで共演したことが一度もなく、今まで接点もなかったようなんだぜ。あら？じゃあどうして一緒にいるんだろう？前田豪樹さんと久保田雅隆さんは仲が良く、写真に写っていないだけで、この場には久保田雅隆さんがいたのではないか？と噂されているんだ。友達も一緒に遊ぶほど、久保田さんとの交際が順調であることを匂わせたのかもしれないわね。こうした匂わせ投稿もあったせいで、結婚発表があった際には祝福の声だけでなく、インスタ匂わせを知ってから、一気に嫌いになっちゃった。匂わせる必要とかニーズとかあんの？などと言った。やっかみの声も見られたぜ。まあまあ、こうした声は嫉妬ということで気になさらず、これからは匂わせる必要はなくなったわけだから、堂々と微笑ましい写真を上げていってほしいわ。続いて紹介するのは、江夏しおりさんだ。リップスライムのスーさんとの不倫で、大きな話題になった人だよね。そう、ただ不倫するだけでなく、スーさんの妻であった大塚愛さんに、SNS 経由で別れろとメッセージを送ったり、無言電話やスーさん不在時に大塚愛さんの家に来て、深夜に何度も、インターホンを鳴らすなどの嫌がらせを続け、離婚まで追い込んだんだぜ。やばすぎる。それだけやばいことやっていたなら当然匂わせもやっていたんだろうね。ああ、2014年6月には自身のインスタにてサクランボの写真を投稿し、サクランボ大好きと投稿しているんだ。これって大塚愛さんの人気曲の、サクランボを意識しているのかしら？おそらくな。大塚愛さんが読めば、不快になるとわかっていながらあえて投稿したと噂されているぜ。性格悪すぎるね。また2018年10月、大塚愛さんとスーさんの離婚が成立する1ヶ月前には、ツイッターで欲しい色のリップがどこにも売ってない、オレンジとレッドとブラウンとベージュを、全部混ぜたような絶妙な色のリップを、探しているんですと、リップスライムを連想させる発言をツイートしているんだ。離婚成立前にこの投稿は、わざとやっているようにしか思えないわ。そして2018年11月20日、この日は大塚愛さんとスーさんが離婚届を出した日で、スーさんの誕生日でもあったが、江夏しおりさんは、
このような写真をインスタに投稿したんだ。いつもと違うところと言ったら、メガネをかけているところ？一体何を匂わせているのかしら。実はこのメガネ、スーさんがテレビ番組でしていたメガネとお揃いなんだぜ。えなつしおりさんがお揃いのものを買ったのか、それともスーさんに買ってもらったのか。同じなのはメガネだけではない。実はこのえなつしおりさんのポーズ、当時の大塚愛さんのツイッターのアイコン画像と同じなんだぜ。本当だ、離婚届を出した日、そしてスーさんの誕生日に同じメガネをかけ、大塚愛さんと同じポーズで写真を撮る。なんでわざわざこんなことするんだろう。何らかの意図がありそうで怖いわ。続いて紹介するのは、伊藤彩子さんだ。嵐の二宮和也さんの奥様だよね。ああ、二人は2014年に番組の共演をきっかけに交際が始まり、2019年11月19日に結婚しているぜ。国民的アイドルとの交際だし、バレないように慎重にならないといけないから大変だよね。ところがどっこい。伊藤彩子さんは自身の有料ブログにて、二宮和也さんとの交際を匂わせる写真を上げまくっていたんだ。例えばこの写真だ。バカンスでハワイに来たようだね。これのどこが匂わせ？実はこの時、嵐がハワイでデビュー15周年の記念コンサートを開催していたんだ。そのためライブの後、二人で会っていた可能性が高いと疑われたぜ。こんなおめでたい日に、ファンの機嫌を損なうような匂わせしないでほしいわ。続いてはこの写真。あら、スヌーピーの T シャツだ。可愛いけど、伊藤彩子さんらしくない服な気もするかな？それはそのはず。なぜならこの服、元嵐の松本潤さんがテレビ企画でハワイに行った時に、二宮和也さんにお土産として買ってきたものなんだぜ。これは偶然とは考えにくいわね。ああ、この件については松本潤さんのファンもお怒りになっていたぜ。服の匂わせは他にもあるんだ。二宮和也さんの踊りの練習の写真と、伊藤彩子さんの部屋で自撮りした写真だ。二宮和也さんが着ているような服が、伊藤彩子さんの写真に写り込んでいるね。一緒に住んでいることを匂わしているのかしら。ああ、この投稿に二宮さんファンはブチ切れていたぜ。続いてはこの写真だ。花の写真、これが何を匂わせているのかしら。実はこの花、二宮和也さんが仕事でいただいた花束と同じなんだぜ。本当だ。色合いも入ってる花も同じ感じだね。また、この写真では嵐のクッションらしきものが写り込んでいるんだぜ。どう見ても嵐のクッションだね。本じゃなくて、クッションを紹介しているんじゃないのかしら。続いてこちらの投稿のコメントの、感謝、感激、雨、あられという文章は、嵐の曲にある歌詞そのまんまなんだぜ。っていうか伊藤彩子さん、匂わせすぎじゃない。全然隠す気ないでしょ。やはり国民的アイドルと付き合っていると、みんなに自慢したくなるのかもしれないな。気持ちはわからなくはないけど多すぎよ。狂信的なファンの方もいるのに怖いもの知らずだね。最後に紹介するのは、唐田エリカさんだ。俳優東出昌大さんの不倫相手の方よね。ああ、不倫期間は3年にも及び、女優杏さんと東出昌大さんは、離婚することになったんだぜ。唐田エリカさんが未成年の時から、不倫関係にあったこともあって、世間からは大バッシングの嵐だったよね。ああ、不倫だけでも世間からの批判はすごかったが、それに加えて、唐田エリカさんがインスタグラムで不倫を匂わせていたことまで発覚し、大炎上となったんだ。清純派女優だと思っていたのにショックだわ。どんな匂わせがあったの？趣味がフィルムカメラという唐田さんは、かねてから被写体について、自分は、好きな人しか撮らないと明言していたんだ。カメラ女子としての強いこだわりがあったんだね。だが彼女のインスタには、自ら撮影したであろう東出さんの写真が数多く投稿されていたんだぜ。まあけどこれは好きっていうのは、友達として好きなのも含まれるっていう、言い訳ができるんじゃない？だが、その写真もオフショットのようなものが多く、単なる共演者を撮影したものとは明らかに、雰囲気が違っていたんだぜ。友達以上を匂わしちゃったんだね。続いてはこの写真。ケーキが2つ、明らかに隣に誰かがいるということを意味しているわね。けど、相手が東出昌大さんだと疑われる根拠はあるの？実はこの写真が投稿された。2017年11月5日は、アンさんが第三子を出産した日なんだぜ。意味深すぎる。ただ一緒にケーキを食べたっていう匂わせではなく、子供が生まれた時に、一緒にいたということを匂わせているのかしら。いずれにしても、新しい命が誕生したおめでたい日にこんな匂わせ投稿するなんて神経を疑うわ。続いては、韓国ソウルのイハドンビョッカマウルで撮られたこの写真。
壁の絵と唇を重ね合わせようとする写真を投稿しているんだ。それはいいんだけど、この壁の絵の人、東出昌宏さんにそっくりだね。そう、これも不倫関係を匂わせていると炎上したぜ。ちなみに撮影したのは、唐田さんのマネージャーだそうだ。なぜ止めなかったんだろう。続いては2018年12月25日のインスタ投稿だ。クリスマスに何を匂わしたのかしら。コメントに注目してみてくれ。最近ホットワインが好きになりました。ホットワインが怪しいわね。そう、実は過去に東出昌宏さんはインタビューで、理想の彼女とのクリスマスデートについて聞かれた際に、ホットワインとか飲みたいですとコメントしたことがあったんだ。ホットワインってそこまでメジャーな飲み物ではないのに、二人の口からホットワインと出るなんて怪しいと思われるよね。しかもこの写真が撮られた日付は2018年の5月15日になっているんだ。あれ？だいぶ前に撮った写真なんだね。実はこの日付は東出昌宏さんと唐田エリカさんが、映画、寝ても覚めてものカンヌ国際映画祭に行っていた時なんだぜ。じゃあその時に二人でホットワインを飲んだ時の写真なのかしら。おそらくな。写真のグラスを持つ男性は、東出昌宏さんだと思われるぜ。この投稿は、クリスマスにデートできないことへの当てつけなのか、それとも、クリスマスは一緒にいれないけれどカンヌでは一緒にホットワインを飲んだよね、というメッセージなのか、いずれにしても怖すぎるわ。ちなみにカンヌ映画祭では、東出昌宏さんがレッドカーペットの上で、唐田エリカさんのお尻を触っていたことで、話題となっていたんだぜ。何を公の場で堂々と匂わせているのよ。ここまで来ると、唐田エリカさんの匂わせ投稿は東出昌宏さんもグルでやってるのかと疑ってしまうわ。以上、匂わせ投稿が大バレした有名人4選を紹介したぜ。聞いていて思ったわ。匂わせ投稿うざーい。そうだな。芸能人同士の交際はどうしても、大っぴらにできない事情もあるだろうから、匂わせる投稿になる気持ちも理解できなくはないが、どうこした匂わせ投稿には自慢も感じられるしな。かえって、ファンの怒りや妬みを買ってしまうのが現実だぜ。遠回しな自慢ほどうざいものはないからね。みんなに祝ってもらいたいなら、発表できるその日が来るまで、匂わせないのが吉だね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。